まだしにやらない。ただし、友津さんのように隣のコース行ったらダメです。隣のコースのラフかバンカーです。そのホールが、6番、アウトの6番と、インの14番が一応対象ホールです。でそこだけはちょっと風船つけときますん でもし万が一ラフで、見づらいとこだったらあのセンターに戻しておいてください。あの取った人は、はい、一応そこにラフって書いておいてもらえばいいですから、はい、あと質問ありますでしょうか。であのなるべくピンはあのこのキラキラ光る方を太陽に向けてもらえればあの分かりやすいんで次の方に。そんなだけの配慮を。あ、すごい。それ再利用しないといけないね、それね。配慮してください。太陽の方に向けて聞いてください。はい。はい。あとは、仲間内である、握りは、押さえといてくださいね。だから喧嘩しないで。仲良くやります。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ、太陽はあっちなんで、その海野さんのあたりがいいかもしれない。オッケーだね。みんな全員映ってる。いや、このぐらいでいいかな。今日も一日頑張るぞ。はい、ありがとうございました。では、あの時間まで、ご覧ください。最近 YouTube で流してんの？見当たんないんだよね、オーマスボール。あ、田村でやればいい。あ、そうなの。最近出てくるんだ。いや、オーマスボールも出ると思うんだけどね。田村さん、1ホール行ってきてよ。1ホール。一応行ってきて、まあ、帰ってくれ。歩いて。一応試し。戻ってこらんのから疲れちゃう。一回打って戻ってくれじゃね。戻ってこらんのから。どうもさん、あの銀の。あれも買ったこっちも。残り50ヤード。あ、そうだ。あ、坂井さん。じゃあ、坂井さん、ちょっと始球式だ。坂井さんと俺。うん。あったもん。はい。なんでよ。いや。あれ、あ、持ってる。はい、いや、ケイオさん、この間、ケイドさんやったんか。はい、それじゃあ、始球式を行います。
高山丸栄プロよろしくお願いします。ああなかなか白で打ってないけど、ナイスショット。はい、ありがとうございます余裕だね空振りになったかな。いやいや、ナイスショットだよ。まっすぐです。長老だから気持ち悪いです。金ちゃんこの前やったんだ。トリちゃん頑張って頑張って、もう大丈夫だと思いますよ。はい、よろしくお願いします。若いからいいな。頼むよ。飛ばしていいからね。嫌だ。気が弱いことね。そんな球じゃないでしょ、あんたは。そんな球じゃない、あんたは。あっちゃ向いてほら。よいしょ、軽く振りましたね、軽く、うん、ナイスだった。日本だ。2打目こんなところだ。あ、飛ぶとな、入らんとかならなっちゃう。じゃあお願いします。狙った方が違うね。じゃあね、普通右に奥に行くんだけど、もう赤に狙ってんな。これこれ、ファクライ。あそこ行っちゃう。もう集中してるから。あそこのフェアウェイは届くべから。はい。素晴らしい球だ、真ん中だ。ナイスショ。高木さん、いつものな。いつもの何？いつものだよ。おにぎりだって。おにぎり。いつものおにぎり。はい、わかりました。よろしくお願いします。お願いします。プレッシャーかけて。このスター、プレッシャーかかんね。何？プレッシャーかかんないですよ。はい、いってらっしゃい。
うん、おお飛んでる。飛んでる。力が余ってんの。最後はちいちゃんだな。クラブじゃねえ、クラブじゃねえってことだな。わかんねえんだ。まだ悟りができてない。ボール拾ってきたの、ほら。よいしょ、ああいいとこだ。ああ近い。トール君ら一打であそこ行ったの。打った。よし、大丈夫。オッケーオッケー。よいしょ。じゃあお願いします。はい、頑張って。はい、招待看板になっていいよ。ゆっくりやって。もう先週やってんだから大丈夫だよ。焦っちまうか、ほら。うん、おお、おこれ最高。あ、あ、練習が効いたなこれ。あら、え、待ってた甲斐があったよ。あら最高。長い間待たされて力抜けたじゃん。俺のイメージショットを押されちゃったぞ。あれ行ってないやね。待ってちゃう。ああ、何やってんだよ。やる本人もわがままだから、カードわがままだ。しょうがないな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。コンと戻ってくる。よいしょだ。うん。まだ大事でねえな。よいしょだ。最高だなあれね。あそこ隣だなあれ。隣。まっすぐ行ってた天ぷら。隣だなあれ。隣、隣コロコロ落ちてくる。ワンペンって書いてあるあそこに。右だ。右行っちゃった。まぶしいから、あんま見えないんだこれな。あ、戻った。今日は運がいいみたいな。はい。よいしょ。Thank you.
わあ、行っちゃったぞ。ええ、あ、危ねえ。いや、少しドローして、え、いい、いい球だ。あ、よいしょ、よし、よいしょ。よいしょ。しちゃったな。
しげちゃんドライバー OK だったじゃん。大丈夫だよ。よし、オッケー。はい。ちょっと手に切ったけど、まあいいね。ドライバー使ったらよく破れる。危ない。しょいいね、いいでしょ、真ん中だ。そんなもんだってよ、ね、はい、なんでそんで鳥も叩くんだよ。左行った。止まれ。大丈夫だ。止まった。出てきました。で、そこまで出てきて見えてきた。マジだ。二ついいのが続くと取れるんだね、やっぱり。ラッキーラッキー。でも二つ続くとラッキーって言えないよな。バーディー。バーディー二人も取っちゃった。そう。ハートのハートがいたあたり遠回りしちゃったな。
よいしょ。こないじゃドラは権利ねえな。ね。隣じゃ。昨日上行ったけど。
うまいよ。クラブ1個。あ、いいだ、いいだ。はい、はい、午後一番。じゃあ頑張りましょう。よし、あ、ナイスショ。
ちょっとね。フラコンって力入れないしたんだけど入っちゃったな力。言いながら力入った。いやすごい勢いで。あ、待った。足に当たった。すごい勢いで。足に当たってこ。人の保たに立つよ当たってねえ俺も本来じゃなかったらな当たってねえ短く持って軽く振るかナイスショット。 あ、これはああ
鋭い球。そっか、行っちゃうのか。バンカーは十分先まであるもんな、二つ目の。手前のバンカーもね。また狙うしかねえんだよな。どこどのドライバーなの？ヒラメのあの子のマーク？ ヒラメのマーク？ ヒラメのいいね。間かな。
所がいい。方向は良しだけど。あ、隣に緑があるな。幹事の田村君から短いお話と乾杯がございますのでよろしくお願いします。あ、醤油か。短いお話、はい、本日は大松ゴルフ会、記念する12回、晴天の中できまして、ありがとうございます。まあ、メンバーに、皆さん、おいおい恵まれて、いい成績というか、プレッシャーをかかりながらプレーなさったことだと思います。それでは第12回を盛大に、行いましたことを記念しまして、乾杯しましょう。アウト52、イグが47、トータル99、鈴木隆二、前やりました。
はい、はい、YouTube で世界中に参ります。メンバーはーい。足を引っ張んないように頑張った結果がいい方向に向けたかなと思います。まあ、急にちょっと親父に言われて1週間前にちょっと休めって言われて無理やり入れてもらって。本当はあれ、あの優勝賞のトラック親出しまだ優勝に持ってかれちまった。優勝商品、今度はトラックは安くできますんで、はい、終わりに言うだけも安く、管理機も安くできますんで、何かあればよろしくお願いします。主戦やっていいよ、はい、わかりました。割引券だけだから今日はありがとうございました。はい、おめでとうございます。田村局で流すんで、はい、はい、え、回収するから回収する。腹へ、こませよ。よくよよよよ、親父と一緒です。はい、おめ